今回紹介するのは、ストライク・ザ・ブラッド18新設・バルキュリアの王国という本です。アルディギア王国を訪れた古城に迫る政略結婚とテロの脅威世界最強の吸血鬼が雪と氷の王国で繰り広げる学園アクションファンタジー。 待望の第18弾王女ラフォリアからアルディギア王国に招待された古城はカノーセナツオンが同行すると聞かされて渋々と招待に応じることを決めるアルディギアでは戦王領域との平和条約締結記念式典が予定されておりそんな中アルディギアの王宮が謎の怪物に襲撃され 戦王領域を巻き込んだ大規模テロ計画が動き出すそして古城たちは嫌やおうなくその家中に巻き込まれていくのだった OVA をベースにしてるけど話の厚みが違うかなついにバルキュリア本国が舞台話は OVA なぞっているけど情報量は小説の方が圧倒的また 終盤で今後の展開にかかる人物登場これ以上は未読の方に悪いので控えます人物のやり取りは安定的ですかっこ笑い。さすがの一言作者さんは書くのに苦労したとコメントしていましたがそれを感じさせないくらいすっきりしていますとても読みやすかったです OVA ベースなのですが 別作品と捉えた方が良いかもしれませんね。時間も楽しみにしています。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。